最後にドルの解説で締めていきましょう動画の前半部分はクロス円の5ドル円後半部分はドルストレートの5ドルベイドルの順番で解説をしていきますのでよろしければ最後までご視聴くださいそれではねえ早速クロス円の5ドル円の1時間足こちらの振り返りからしていきましょうえ冒頭でもねえお話ししました通りこちらは火曜日の円安ですね 大きく円が売られた指値オペによってというところでございますが、これこね、95.50まで吹き上げる場面があったものの、えー、途中でね、このダブルトップ、これをつけながらね、ネックライン割れてからは弱気相場ということで、最終的には元の位置のね、93円まで戻ったということで、 まあ、250ピプスの大冒険も全戻して終わったという形で締めくくられた5ドル円の1週間でございました。まあ、こうなりますとね、やはりロングの方が出来高もね、そうに膨らんでおりますので、まあ、そう考えますとね、このダブルトップあたりでのロングのね、まだ逃げていない方もね、いらっしゃると思いますので、基本的には売り場探しといいますか、 反発が入ったとしましても、まあ、売りのねポイントでしっかりと戻り売りを狙っていきたい。まあ、そういったところがね、えー、ポイントになろうかと思います。まあ、もちろんね、ね、えー、その前、えー、この上昇前はですね、この93円から94円というね、まあ、ボックス相場が、レンジ相場がございましたので、まあ、基本的にはね、えー、ここの部分も今93円をね少しばかり割り込んでいるところもありますが、このボックス、 もしくはね、その前に、えー、細かいところで50ピプスのボックスがありましたが、まあ、こういったところの可能性も視野にいけ、えー、入れておくというところがね、必要になろうかと思います。まあ、しかしながら、えー、ロングを組むというところよりも、やはりね、えー、戻ったところでショートを取っていった方が、えー、効率がいいかなと。まあ後から説明しますが、 5ーードルベイドルがですね、まあ、先にちょっと拡大しておきますと、このような形でね、5ドルベイドル、そこを抜けているということでございますので、まあ、積極的に買いは入りにくいかなというところを含めますと、5ドル円の方も売り場探しがよろしいかなと考えるところでございます。それではね具体的にチャートの方を大きくしまして、えー、ポイントをね見ていきたいと思います。はいえー、このような形でね、先ほどもお話ししましたが、き、え、れ、ー、にね、えー、上昇しまして、ダブルトップ をつけましたよね、えー、95.50が2つのね、猫耳のトップとなりまして、あと、えー、このダブルトップに関しましては、ネックラインのね、存在が必要になろうかと思いますけどね、このネックラインは95円でしっかりと1回サポート、そしてこのネックラインを割り込んでから大きく下がりまして、その下側、移動平均線の傾きが下側になってからね、右下下がりになってから、要線、陰線、そして要線、陰線ということでね。 まあこれトレンドの見本になるような形でね移動平均線の上側で陰線要線というね上昇トレンドそして移動平均線挟みますとレンジ相場えこのねダブルトップをつけながらも割り込んだところでえそのレジスタンスから売っていくというき綺麗なはい前戻しという形でございますがまあそれはさておきですねえ今後のえボックス相場え戻りを待ってですねえショートを取るという目安もえ説明をしていきます。 えまずはね、移動平均線24。ここのところは一つね、レジスタンスラインになろうかと思いますので、引き続き下がってくる移動平均線。ここのところで陽線陰線がこれ出た場合ですね。もちろん陽線がね、そのまま抜けていく可能性もあると思いますが、これが出た場合に関しては、ショートを取るというところを一つ目安にしていただければと思います。これが第一のポイントと、あとはね、えー、この94円ですね。 直近で金曜日でレジスタンス入っておりますし、過去の、ね、ボックス相場の上辺というところもありますので、ここの94円。ここでも、ね、上がったところでは、要線から陰線でショートを組みやすいところかなと。そして94.50。ここもね、サポート入っているところでございますので、94.50。こういったところでも要選、要線陰線のサインでショートを狙う。 そして最後はネックラインですね。まあ、ここまで上がるかどうかは分かりませんが、ここのネックライン95円、こういったところで、ねまあ、結論、移動平均線を除けば、まあ、50ピプスずつですね、えーまあ、この93.50も一旦レジスタンス食らっておりますので、まあ、売り場かもしれませんね。まあ、こういったところで50ピプスごと、えー、93.50、94、94.5、95という形で、まあ、こういったところでは過去のサポレジ、えー、そしてネックライン等がございますので、 まあそういったところでは売り場を探していく。戻ってきたところで、えーまあ、ロングを取るというところもよろしいかと思いますが、今ね、えー、少しわからない、えー、下落がね、えー、早い相場に5ドルはなっておりますので、先ほどの5ドルベイドルを見ても、一回戻ったところで売り場を探す。最初の関門は移動平均線24。そして、えー、93.50でね、ちょっと飛ばしておりましたが、93.50。そして、えー、ボックスの上辺であります94。 そして94.5、ネックラインのところの95ですね。こういった50ピプスごとに要線陰線のサインが出てから、これはショートを取っていく。もちろんね、相場には絶対はございませんので、ここポジションを取ったところではですね、その上側にストップロスを置いておく。 まあ日銀の指し値オペもいつ送るかわからないというところでございますね。100%勝てる手法はございませんのでね。そういったところではストップロスを各々ね、ポジションを取ったら、そこのねレジスタンスラインが効いたところの上側に置いておくというところをね意識していただければと思いますね。ちょっとね、こういったところ、ボックス相場も意識しながら戻り売り、移動平均線の上側で売りをやるかもしれませんが、 そこのところはね、過去のサポレジを参考にしているというところでご理解いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はいえー、以上でね、えー、前半部分のクロス円の5ドル円の解説を終わりまして、えー、続きまして、えー、めちゃめちゃ下がっております、えー、ドルストレート5ドルベイドルを見ていきましょう。はいえー、どうでしょうめちゃめちゃ下げておりますよね。 これは0.7350。ここでね、直近でサポートを受けておりましたが、ここのところ、まあある意味ね、逆三尊気味だったんですよね。ここご覧いただきますと。逆三尊気味に、こんな形でね、はい、サポートを受けていたんですが、一気に金曜日ね、割ってしまいますと、そこから、これ1日半ぐらいですね、1時間足のサポートが入らないという状況になっておりますので、ちょっとね、厳しい状況かなと。 先ほどもダブルトップのお話しましたが、ゴードルベイドルでもダブルトップをね、つけておりまして、この0.7450、ここの部分でのダブルトップつけてネックライン割れ。ここからね、一切反発入らずね、下がってしまったということで、ちょっとね、これ上値が重いかなというところでございます。そして、こちらもね、ボックスで考えていきますと、100ピプスごとにレンジが定まっておりまして、 まあ、ここのところね、一つ上見ていただきますと、この0.7350、さっきね、えー、この逆三尊という話をしましたが、ここの部分と、えー、上がね、0.7450、ここでございましたので、まあ、これを考えていきますと、少しね、えー、ちょっとスルーしてしまいましたが、一気に抜けてしまいましたが、0.7250と、えー、0.7350、ここのレンジになってもおかしくはないかなというところが想定されますので、 ちょっとね一方的に下落だけではなくてこのボックスになるというところも想像しておいた方がよろしいかなと思います。ただそのための条件としましては一旦ねこの0.7250を超えなければいけないのでちょっと今下側に割り込んでおりますがこの下側でね陽線、陰線が1時間足ベースで出てしまった場合はこのボックスはちょっとね置いておくという形でございます。 でこのままね、戻ってきた場合、ここは意識していただくというところでございまして、3つの売り場がありますので、ね、こちらも見ていきましょう。チャートの方、拡大をしていきます。はいえー、まずね、先ほどのボックスの方をお示しさせていただきますが、100ピプスですね。0.7350から0.7450。ここの部分でのサポートがあるところと、あとは、その同じ100ピプス下側でのボックスを想定するんですが、 この想定は、まずね、割り込んでいる0.7250。ここの下側で要線陰線が出てしまったら、ここのね、ボックスは消えるという形でございますのでね、ご注意ください。それはさておきね、ボックスになる可能性は私も見ておりますので、そこは移動平均線24ですね。このまま下がってくるというところでございますので、3つの売り場の1つとしましては、まずは移動平均線24。 ここまでね、反発したということで、移動平均線付近で要線陰線になったところ、ここはね、一回ショートを取りつつ、0.7250付近で利益確定をするというところが使えると思いますのでまあこういったところ、まずね、狙い目の一つとして使っていただければと思います。そして、このね、5ドルベイドル、過去見ていただきますと、50ピプスずつですね、まあ、これ100ピプスのレンジでございますが、その間のね、ところも結構ね、サポレージが入るというところでございますね。 50ピプスごとに入りますので、この0.7300、まあ切り板でもございますので、ここの部分も一応意識,し意識しておいた方がよろしいかなと思いますので、移動平均線を超えても0.730、ここの部分で要線因線があった場合は、売り場探しの2つ目ということで、ショートを狙っていく。まあこういったところをね、使っていただければと思いますね。 そして、最後はね、もう言わずもがな、0.7350。ここが過去のサポート。さっきね、三尊の話を、逆三尊の話をしましたけどね、ここのところがありますので、過去のサポートラインは、レジスタンスラインになりやすい。大きく上がったとしても、0.7350付近で平均足が陽性陰性になった場合は、これはショートを仕掛ける。この3つのね、売り場探しという形でよろしいんじゃないかと思っております。 まあ一方的にね、相場が進むというところよりも、一回ね、レンジを作る可能性、ここをね、見ていただいた方がよろしいかなと思いますので、まずは移動平均線24、そして0.73、0.7350、この3つのところで要線因線が出たところでショートを取りつつ、しっかりとね、ここのレジスタンスラインの上側にはですね、トップロスをかけておくというところが、各のの必要になろうかと思いますので、 このボックスで戦う場合にもショート狙い、ショートを取った場合ももちろんね100%勝てるわけではございませんので、損切り注文を入れつつ、リスクリワードは1から1.5を目指した形でね、利格を損切りを30なら、利格は30から45、そして損切りが20であれば、利格は20から30、そういったところをね、狙ってポジションを決めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を以上といたします。土曜日、日曜日はね、このような形で1週間の振り返りと来週の戦略を考えていただくことをお勧めしますので、皆さんも勉強しつつ、良い週末をお過ごしいただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。